の私もパクッといかれそうな、そんな目つきをしています。美味しかった？さあ皆さんこんにちは、ノースタイル札幌モニちゃんでございます。さあ本日は大きなサルバトルモニターにこちらのど笛を上げてみたいと思います。結構おなじみのお肉なんですね、もうノースタイル札幌では。はい、ということでこののど笛のお肉を、はい、こちらのフックに引っ掛けてちょっと上げていきたいと思います。さすがに私も避けきれないかもしれませんので、恐ろしいですからね。そしてやっぱりこのちょっと固めの軟骨、はい、ライオンさんたちもカリ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 食べていました。さあこの軟骨をどういう風に制覇してくれるでしょうか。では行ってみたいと思います。のど笛。はい、皆さんお久しぶりです。ペロンちゃんでございます。体長が約2メートルほどあります。もう大きいのが分かりますよね。私の手のひらサイズでもうお顔です。今はこうやって近づくことができますけど、お肉を持ってるとなかなかこんな至近距離までは来れないと思います。さあ皆さん、ただいま温かいお湯でお湯の節約でございます。これで体を温めてしっかりバッチリ食べてもらいたいと思います。なぜかではやっぱり食べる気も起こしませんし、そして何より消化不良を起こしてしまうので、下手をすると死んでしまう可能性がございます。はい、ですので必ず温かい状態で走るにはご飯をあげていきます。気持ちいいね。さあそれでは一発勝負でございます。のど笛いきますよ。約1キロほどあります。圧巻ですね。喉の奥までしっかりと入ったお肉がさらに食道を通って落ちていくのが分かりましたね。そして最後のドヤ顔、かっこよすぎます。まだ食べたいモードなんでしょうか。かなり匂いを気にして動きが活発です。私もパクッといかれそうな、そんな目つきをしています。美味しかった？うん、それはよかった。また食べましょう。ありがとうね。いかがでしたでしょうか。ペロンちゃんのなかなか良い食べっぷり、そして迫力と食べる時のなんて言うんでしょう、爽快感丸飲みしてくれるとこちらも本当に気持ちいいですよね。皆様の感想もお待ちしておりますので、ぜひともコメント欄にてよろしくお願いいたします。はい、それではまたペロンちゃんに登場してもらいましょう。ありがとうございました。またねー。